皆さん、これらの単語発音できるでしょうか？ワーじゃないですよ、ウォークじゃないですよ、アワードじゃないですよ。大丈夫でしょうか？これらの発音問題によく出てくる単語の正しい発音を勉強していきたいと思います。その前に前提知識を一つ。英語には明るいアーと暗いアーっていう風にアーが2つあるんですよ。明るいアーっていうのはスペルが AR の時に口を大きく開いて R っていう音です。なので start みたいな感じです。反対に暗い R はスペルが AR 以外で R って発音するときに口をあんまり開かないで R っていう音になります。なので bird とか heard みたいな感じの音になってます。これだけ聞くと AR は R なんだからやっぱり W が正しいんじゃないのとか、あるいは OR はO って読むよっていう風にあるんだからやっぱりこれウォークなんじゃないのって思うかもしれないんですけど、残念ながら今回は違うんですよ。今回これらの単語を見てもらうと全部 AR や OR が W の後にあるんですよね。で、W の後にある AR や OR は実は発音が変わってしまうっていうルールがあるんですね。 W そもそもどういう音かっていうと、日本語でわっていう時よりももっと口をすぼめてウっていう結構強い音なんですよ。で、このウっていう W の後に AR があると本当は口を開いてあーって言いたいんですけど、 W の影響でそこまで口が開かなくてちょっと一段階口が小さくなって O の音になってしまうんですね。なのでスペルが WAR という風にあるときはこれは発音 WO という風に読んでいきます。なのでこの戦争っていう単語は WO と発音するのが正解になります。じゃあ次、 W の後に来た OR どうやって発音するのかっていうと、 OR は普段はこのぐらい口を開いて O って読みたいんですけど、でも W の影響でやっぱり口が一段階小さくなって暗い R で発音をします。なのでスペルが WOR の時は WORK という音になります。なのでこちら働くという単語は WORK と暗い R で発音してもらうのが正解になります。さあ、このルールを使って残り3個の単語も一緒に発音していきましょう。このショーという単語 WAR がスペルに入ってますので、そうすると WAR は O で発音するので AWARD と読むのが正解になります。同じように暖かいという単語も WARM になります。最後、これミミズのような虫のことなんですけれども WOR が入ってますので、ということは暗い R で発音して WORM という音になります。単語の発音をちゃんと理解してそれを繰り返し練習することで皆さんのリスニング力アップにもつながっていきますので、頑張って練習していきましょう。ありがとうございました。